川端です。よろしくお願いします。今回は円錐に関する問題となります。今、母線の長さが10で直径が8と分かっています。で、ここ中心角が60度になるところをここ E としたときに、この D はね、BC の中点です。その時のこの DE 間の距離、空間上の2点間の距離を求めなさいという問題です。この空間上の2点間の距離を求める問題はね、非常によく出るんですけどね、円錐で出てくるっていうのがちょっとね、珍しかったかもしれません。でもやることっていうのはですね、空間上の2点間の距離はもう直角三角形作って三平方の定理で解くっていうのがお決まりのパターンです。じゃあどこに直角三角形作るかというとですね、まず D からストーンと下ろしてください。そうするとね、この AB 上に来ますね。で、この線とね、ちょっと H としましょうか。DH とこの円は垂直になってます。なので E と H 結ぶとこう直角が生まれますよね。なので三角形 DEH で三平方の定理を使うことによってこの DE の長さを求めるというふうに考えます。そうするとまずは DH の長さを求めます。じゃあ DH はどうやって求めるかっていうと三角形 CAB を抜き出して考えてください。三角形 CAB っていうのは、これ二等辺三角形になりますよね。10で、ここが、今 AB が8と出てるのは8と。そうすると、D が BC の中点ですので、ここに垂線ピッと引っ張ってるわけですね。そしたら、じゃあここの長さね、この DH をどうやって出すのかっていうことですが、この二等辺三角形の C から下ろした垂線、このちょうど半分になりますよね。ここが1対2ですから1対2になります。なので、二等辺三角形のここの高さ求めて半分求めると。で、ここは8割る2で4と出るので、10と4で3平方して、10の2乗引く4の2乗でルート取ってあげて、そうすると、100引く16で84。ルート84は2ルート21。したがって、この今赤丸2個分を求めたわけですね。ってことは赤丸1個分はその半分で、つまりルート21という具合に出るわけですね。とここの長さがルート21と出ました。続いて EH の長さを求めます。EH の長さを求めるということはこの円で考えるということです。円を書いて AB 書いて O を書いてでこの H の場所ですが、ここちょうど、この OB の真ん中に来るの分かりますか？ここ1対1なんで、ここも1対1ですね。ここ平行なので。なので、ちょうど真ん中に来て、OB の真ん中に H が来るよと。そうすると、今 AB が8ですから、半径が8の半分で4。で、その半分でここが2、2と出ると。で、E の場所は各 AOE が60度の場所にあるよと。こうなってますね。で、今求めたいのはこの EH なので、ここの長さと。で、今ここは60度と分かってる。じゃあ、ここの長さどうやって求めるかって言ったら、ここを斜辺とする直角三角形、ここに垂線引っ張ってください。そうすると、今、ここ斜辺が4ですね。こっからここ。OE が4なので、そうすると、1対ルート3対2。つまり、1対2なんで4の半分で、ここ2と出ます。で、1対ルート3なので、2をルート3枚して2ルート3と出ます。そうすると、こっからここの長さですが、EH の長さというのは、ルート4の2乗足す、括弧2ルート3の2乗ということで、16足す12、つまり28。ルート28は2ルート7ということで、この EH の長さが2ルート7と出るわけですね。ってことで、最後、ルート21と2ルート7で3平方すれば、D の長さが出て、D イコールルート21の2乗足す、括弧2ルート7の2乗。よって、21足す、2ルート7の2乗は 4×7 で28ですね。と、ルート48、あ、嘘、ルート49イコール7というのが答えということになります。ということでね、このね、
円錐上に出てくる2点間の距離ですから、無理やり直角三角形作って三辺を使うと、あとはこの辺の補助線ね、引っ張ることができたかどうか、その辺がポイントとなる問題でした。分かったかな。以上で解説終わります。では。